こんにちは、マサイ6494です。今回は日本大学の田中英壽理事長が脱税で逮捕され辞任したことについて、客観的な意見と自分の気持ちについてお話ししていきたいかなと思います。でですね、今回は日本大学理事長の田中英壽容疑者が所得およそ1億2000万を隠し、およそ5300万を脱税した疑いで東京地検特捜部に逮捕されたということで、関係者によると田中容疑者は辞任の意向を示し、大学の臨時理事会で承認されたと。辞任理由は自らの責任を認めたものではなく、身柄の拘束が続くことで理事長の職務を果たすことができないためだということですね。でですね、客観的な意見としては、辞任を認めるのではなく、なぜ理事会として彼を解任しなかったのか、自ら辞任するまで理事長の責任を問う声は大学内からは聞かれなかったといった意見が多かったかなと思います。でですね、自分の気持ちとしては誰って思ったんですけど、まあどうでもいいんですけど、脱税はまあ法的にまあいけないこと、プラス、まあそういった法を犯す、まあ、トップが、まあ、そういったことを知っているのに対して周りが何も声を上げなかったっていうのが、まあすごく何主義、まあ、誰も声を上げられないような環境下だったのかなとすごく感じますね。まあ、こういったトップがいると、まあ、なんだろう、まあ、そういうことになるよねっていう、なんだろうね、頭が上がらないトップがいる集団で、まあ、衰退するだけなのかなと思うんですけど、まあ、ただ、まあ、学生の人数がまあ多いから、まあ、あれなんだと思うんですけど、なんかつまんねえ集団だなとは思うんですけど、まあ、74歳ということで、まあ、立つ鳥、後を濁さずとか、まあ、いろいろ言いますが、なんか、最後に、汚す感じ、まあ、自分のまあ人生だったりとか、いろいろ、まあ、そういうのって、まあ、汚点ができたりとか、なんか悪いことをして、そういったことで最後死ぬとかね、なんか後味悪い生き方だなってすごく感じますね。はい、ということで今回は日本大学の田中英壽理事長が脱税で逮捕され辞任したことについてお話ししてきました。それでは、ご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、音楽配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。